まあ、とにかくね、詐欺師のレベル超えとるな。仕事で撮影についてきたりとか、一応も出てくるよ、何回か。何回か。あ、嘘じゃない、嘘じゃないです。まあ、ルイ・ヴィトンで買い物とかしたら、社長、いいっすかって、今日金持ってきてないまでまた払うもんで、ギャラ飲みとかそれ大好きでさ、呼びたい呼びたいって呼ぶ割に、金がねえとか、あとでちょっと貸してくれ。お前、そういや、あれも入ってねえよな、みたいな。50万ぐらい借金がある状態で、確実に30万入ってる。もう一個ちっちゃいばっかりじゃん。財布出てたんだよ。12万か15万ぐらいしかない。とんでもない嘘つきなもんで、人様に金返す気持ちも守らずに、インフルエンザって嘘ついたのは、人自体がもう、ほら、本末転倒の話だからね。言わへんのだわ。次から次へと材料を入れるもんでって、金立て替えて出しては、滞納されるって可能性、増えることがあったら、減ることがないもんね。それもいけ。いや、もうこれしかない。知らんがや、お前。じゃあ、俺もどうすんの、こんな金。なんぼだ、どう始まる。こんな奴が許されてはいかんわ。被害があったり聞きたいな。事件の数が多いとやっぱ詐欺性が高くなるらしい。拡散処置、モンスターとかでも散々そこら中で。はい。お疲れ様でーす。絶対よく登場するな。現場から、現場からどうだろう、どうだろう。もちもち一緒に、まあ、今日本日雨で、まあ、偶然があの視聴者の方が重なって、なんと小島森川が何十万も借りて、まあいろんな人からも借りて、まあ、それ俺もそれ繋がっとんだけど、いろんな人が何百万も借りとって、で動画にを公開したんですよ。この人を探してくださいみたいな動画を公開したら、まあ、出るは出るはいろんな視聴者から何万もやられてますとか、いろんな情報、ちょっとそれまあ順番に電話してっておるんで全員に電話できてないんですけど、はい、まあ、いろんな情報が入ってきて、まあ、あんまりまあ個人のことで、まあ、本当かどうかって取れてないから、まだあの、ね、裏がだから、まあ、あんまり言っちゃいかんこともあるかもしれんけど、いや相当あいつはいろんなあちこちでお金をつまんでるのが分かりました。で今日まさかの雨だね。あいつ仕事しようのか何しようのか分からんけど、パチンコ屋に潜伏してますね。パチンコ屋に見ましたとか、本当に来たんですよ。いや、うん、まあ、岐阜某所だな。はい、パチンコ屋はちょっと公開しておこうか。はい、で、俺とお前は分かっちゃうもんね、顔が。はい、で、現場管理だけって、小島管理だけって。お願いしてください。まあ、できればもう今日、確保します。ただそのパチンコ屋でやっぱ捕まえたり、やっぱ店でやったらやっぱ犯罪になっちゃったり、そういうのもあるもんで、まあ一回車だけ特定して、店に俺が確認して、でお前がまあパチンコでやっとってもいいやん、夜で離れて絶対分からんで、で出る時に一緒に出て、かかっとったらやべえけど、かかっとったらお前ってこれパチンコバーって、はい、そのまま続きで、はい、ちょっと打ち持ってあいつを見とって、はい、で出た時かなんかに車分かるじゃん、絶対車で来てるはずでしょ。はいはいはい、で、まあ、特定する、まあ、もしかしたらいないかもしれない、うん、うん、ね、まあ、この公開動画はまあでもこれが流れてるってことはもうおったってことだよな、うん、これが流れてるってことはそうせ、まあじゃあとりあえず、まあ、通報が入ってもう1時間経っとるから、1時間半ぐらいか経っとるから、ちょっとおるかどうか分かんないですけど、まあ、まずはお前がテレビ電話つないで、はい、テレビ電話じゃなくて電話の方がいいかな。はい、レッツゴー。知ってるこれ、MZ さん最近見てます。もしもし、どうぞ。A 班水口、どうぞ。デルタ1どうぞ。デルタ1、デルタ2から応答です。デルタ1どうぞ。デルタ1ポジションにつきましたか、どうぞ。あ、バッチリか。デルタ1行ってらっしゃい、どうぞ。できるだけ喋るなよ、バレるで。おりゃいけるな。ガセネタの可能性もあるでな。はい、結構リアルだったから、電話喋ってたら。そうっすね。これ、こうらしいよね、このパチンコ。はい。俺が喋ったら、ちょっとちょこちょこ、ね、このパチンコに興味見てみます。そいつもでも、喜んでくれた人もよくおるってことだよな。はい。
もう中入った。中に入ってる。空気が入ってますらしいわ。はい。ん？何？聞こえるけど、なんかあんまり聞き取りづらいな。大丈夫か？大丈夫。なんか揉めてたように見えたっすよな。あんまり喋って他の店員とかに怪しまれるなよ。あいつ何一人ごと言っとんだって怪しまれるでな。まあでも電話で喋っとるから全然いいか。うん。いないか水木。で、デルタワン。ホースワンから応答お願いします。ホースワン応答お願いします。デルタホースワン応答お願いします。いない。まだわからん。一回トイレに入れ。トイレちょっと声が聞き取りづらい。トイレでちょっと喋ろうか。ん？もしもーし。もしもーし。わかんないっすね。全部回った？いない。かすれたかもしれないな。オッケー。一回こっち来る。了解です。かすれたっか。かすれたっぽいな。はい。垂れ込みあって1時間半2時間移動した可能性もあるな。そうっすね。さすがに愛知県とか岐阜県にいないか。いないっすね。多分他府県行ったんちゃうっすかね。なんで？いたっぽいですね。いた。電話切ってから。電話切ってから来た後にちょっとよく探してみたんですけど。もう一回もう一周したの。そう。そしたらえっぽい。え、写真撮ってきてない。写真撮ってないんですよね。いや、ニューエラの帽子。ニューエラ。あいつだってあの撮影の時もニューエラの帽子なかった。黒い帽子にニューエラってカタカナで書いてある。あれじゃない。あいつ俺なんかニューエラの帽子かぶっとった気がする。これじゃない。あ、英語。英語。 ERA。ピアスって入ってます。はぁ、分からんな。チケ取るかな。ピアスなんか違うかな。もう怪しいの。あの結構みんなマスクしてて。あ、そいつマスクしてる。だいたい8割ぐらいマスクしてるんですよ。ぽいなと思っても後ろのマスクなんでなかなか。あー、台に向かって反対側向いてるからか。こうやって見るわけにもいかないんで。あ、結構見たんですけど。そう、まだやってる感じ。タムで撮ったらそいつ。ちなみそいつは出てなかったです。ちょっとでもいるならあれですよね。そうやな。確定したい。垂れ込みが本当か嘘か。もう一回見てくるか。じゃあ一回見てくるか、ね。うん、でちょっと怪しいやつちょっと撮れたら撮ってきてよ。そうそう。もしあれだったら数千円行ってきてみます。あ、指紋なのこれ。え、そういっぱい撮る。3人ぐらいっぽい人いたんですよ。ちょっと撮ってきたんですけど。お、見せて。で、3人ぐらいっぽい人。分かりづらい。財布と携帯をかぶせて。すげえ、お前そうだ。いや、横はやめときました。え、売ってきたん？売ってないです。ゴスロ売ってたんですよ。ゴスロ？ゴスロってなんだ。一番まあどっちかと言ったら手いがしって言って、うん、手堅く長く遊べるっていうのかな。暇つぶしにやっとるんで。ピアスしとったかもしれない。でもちょっと確認してもらおうか。分かりづらいんですよ。今確認してもらってもらう。マジ？あれさ、小島ってあれピアスしとったっけ？してない？してないか。本当。まあ、とりあえず腹が空いてないってさ、危ないって言ってしょ。はい。視聴者の皆さん、ちょっと急遽ですね、昼飯を食べてたら、なんと駐車場に現れまして、今あの俺らの車だとあいつ車分かってるから、次元に車で2台でこのつけ取る状態です。
で今ねハイエース乗ってましたやつは。ちょっとまあ話されかけとるんですけど、まあ、今いるのあるんちゅうずっと一直線に今走っとるけど、一回信号でずれちゃったもんねあれですけど、おったね、急に出てきたもんな、メジックとか出たら目の前ピューまあハイエースに乗り込んで突然動き始めたんで、ちょっと今このままちょっと追跡できるかどうかわかんないですけど、ちょっと追跡したいと思います。今これをね左行ったところで今ちょっと見失っちゃったけど、これお前の車はうちの仲間の車ですけど、ここを今直進しています。あ、視聴者皆さん、ガソリンを入れてます、あいつです、この車。うわぁ、おる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 な、おったな。じゃあちょっとまっすぐ行ったところで、この右のなんか駐車場みたいな大きい駐車場あるだろう。はい、そこに隠れよっか。ほんで動いたらすぐバッて行けるようにしようか。了解しました。なあちょっと見失いかけたけど、あ、見つけました。ガソリンスタンドのおかげで、ガソリンスタンドで間に合いましたね。なあ、ガソリン入れとるやん。アップしたのか。ここが見えてないから大丈夫かな。映ってるな。あー、手前乗り込む。あ、ちょちょ、安い、どけ。うつら。パーティー乗りました。乗ったな。よし、出ようか。はい。乗り込んだな、車に。もうちょっと待った方がいいか。水口気をつけろよ、気をつけろよ、はい、で出口ぐらいの俺よ、どっちに行くかだな。でも多分まっすぐか左だろう道の、あ、左行くな、あの流れは。まっすぐだったらこっち出るもんな。そうそう、出るところ動きます。動きます。はい。あれ、こっち、あ、こっち来る、こっち来る、あ、また戻ってた、同じ道戻ってたな。こんなん人生初めてですよ。俺も初めてだって。こんなのお前普通の市民だったらなんだろう、こんなん。戻ってたな。1台前の。ここに行くんだ、こんな岐阜の山奥まで来て。借金も返済し、あ、曲がったな。早く見知らずがというな。ガソリンなくなったからラッキー。うん、ガソリンがなくなったで。いや、僕が。何よ、そんなくるくる回っとる。だってまた戻ってっとるだろ、今ガソリンのスタンドの方に。なんか企んどるな。バレたの、しかし。俺らがつけとるって分かったか。いやだけど分からな、ガソリンスタンド。信号曲がったな。信号曲がりました。トンネル入ってます。同じ。待って、これさっきのガソリンスタンドじゃない、違うか、これまた違うとこか。わあ、どこに向かうや。カットなこれ。あ、今何？後ろについてる？もう結構信号で見られそうなんで、ちょっといい感じに。いや、いいだろう。ついとっても絶対お前の車だったらわからんと思うよ。わかりました。うん、絶対俺らの車だったら絶対バレるけど。あ、あれだな。あ、すぐ後ろについてるじゃんお前。
危ないです。あ？行けますか？二台車だったら、まさか後ろつけとるなんて思わんで。バレてんちゃうか、曲がっとるもんな。そうっすよ、右行ったり右行ったり行ったりしてね、感じだと。急に引火出すのが怪しいです。うん、急に引火出すもんな。ちょっと様子見るか。あれだよね、普通。うん、バックルとか曲がらないですよね。うん、これ右。南西に進みます。いや、まっすぐに。いや、これ、あれ、あ、っていうかやべえわ、歯医者5時だな、俺。5時だよね、全然ギリギリだな。水口？はい。あの、ちょっと俺もう行かなあかんで、はい、今ちょっとファミリーマートと泊まったんで、安いとこっちに合流して、安いと合流しちゃあれ行ったか。あれうわ、見てないうちに行かれた。やばい。えあれうわ、最悪や。追跡します。最悪や。うわ、マジこれ安い仕事できんてコメント欄荒れるやつや。うわマジか。えうわ、見てなかったよ。うわうわ、マジか。うわうわやっちまった。いや、適当に走ってみるか。うわマジか。うわあ。うわあ。やらかしたよ。ありがとうございます。お疲れ様です。言いました。前回俺あいつに出して、お前もこの間パチぐらいで見て。はい。待機しとったら大失態やりました。でちょっと、まあ、前回のタレコミ、その前のタレコミ、2回 YouTube の視聴者からタレコミがあって、パチンコ屋を徹底的に今ちょっと協力者使って調べてるんですけど、情報入りまして、今マルハンに多分いるっていうことで、案の定車、まあ、ナンバー分かってるのでいました。まあ、こっからまあいつがどんだけパチンコ屋で出てくるかだけどな。まあ、とりあえずちょっと一応視聴者の人も疑うとか、車だけちょっと取りに行こうか。この塗り替え道場の操作能力をなめたかな。はい、車だけちょっとあの、あ、歩きますか。とりあえず家を絶対特定しなかった。はい、まず車。はい、はい、車掌さん。はい、ここの車ちょっとナンバー確定して。はい、このハイエースですね。確実だろ。はい、ベッドベッド、はい、見えへんな。はい、
俺の金で買ったルイ・ヴィトンの靴は2足も買ってる。あれなんかちっちゃいのハーリーゲイゴルフのやつ手のかな、ね、アイコスも俺のアイコスだろこれオレンジ。車は持ってんの、はい、あいつなのかな、会社働いてる形跡ないのな。ないですよ、どう見ても作業者じゃないです。作業者にしてない、ちょっと臨時業者みたいな感じで取ったであいつ、はい、調子いいのかな、晴れてますよ今日は。今日こそは、はい、視聴者の皆さん、まずねちょっとねとりあえず作戦としては家についてって家を、まあはい、とにかく特定したい。そうっすね、逃げられたらもう家でもうとにかく今捕まえたって金払わへんね。お金持ってる時に月末月始だよな、はい、松払い月末仕事もしてないかもしれない。パチンコ屋行っとるってことは金持ってるってことなんだ。数万円は、え数万円は、で毎日じゃないの。だってお前はこの間商社からあれって見に行ったの3日ぐらいです。知っとるからちょっとずっと探さしとるんですけど、もう速攻網にかかってきたけど、まあ、とにかく長期戦になると思うんで、もうパチンコ取ったんだけどな、なんかの時のはあいつ知らんやつが売ったらいい、知らんやつ売ったらいいんですけど、水口売ったらいいけどな、うん、俺らがいったら絶対バレちゃうね。バレますよ。とにかくまあここからここで隠れて大使組まなきゃ向き変えたらいいかもしれない。はい、わかりました信号捕まっちゃったんやんけお前。いや、視聴者の皆さん今ね三尾島が向かって、ほら見ろお前左なんか行くもんで、お前すいませんたっけやばいぞお前脱ぎしまうぞお前、まあ、車は分かってるんですけどまで小島が来てます。近いですね、近かったっすね。いやなんでこんなとこ来るんだあいつ、ミントもな、マジで。視聴者の皆さん、実はですね、まあ、ちょっと撮れてないと思うんですけど、家が判明して、家つけて、パチンコ帰りの家つけてからの水口隊長やりました一日やるな、午後が夜移動しとるっていう、まあちょこちょこ見に撮ったんですけど、まあ今日ね移動しとるってことで今つけて、今僕来ました、今してますね。もしもし、おはようございます。今すごい近いです、めちゃくちゃ近いですよ。はい、いやでもちょっと困りました、ちょっとあんま喋らないようにします。見えます、今通り過ぎながら、ちょっと見るわ、終わりました、全部見てごらん。一回ちょっと見てみて、わかりました、車に待ってください、はい、わかりました。いつも一緒に食べる、そう、あの、自分でしょ、一個食べるの、あ、でも、はい、専用と乗り切るのが出てる、スナック、もしもし、今ちょうど〇〇に来ました。ただでも俺あの待ってます、いやちょっと怪しいのがありましたね。今さっき〇〇に行ったんですけど、何か
いや、キャバクラじゃない。ちょっといいですか、一回。これ、あの、市場階段一回だけ行けないんですよね。はい、今ちょっと一回エレベーターから行きます。あ、なんか一回だけ行けないんですよね。はい、なんかそんなんかもしれないですね。ちょっと1階のボタン今押しますね。1階だけ光らないんですよ。1階は光るのに、1階だけ押せない。はい、そうですね。で、1階から1階には降りれ、あの、非常階段ドアが開かないんですよね。なんかちょっと怪しい匂いがします。わかりました。それでなんかサムネとか見たら、え、これ安じゃないってなったらしくて携帯が必要で、俺めっちゃ携帯契約してるから契約できやんもんで、私の名前で全部なんか、あと9分か8分ぐらいの女の子拾うんで、13分頑張ってください。あれか、滑ってる。あ、なんか匂い。あれっすね、どうしますか、どうにつきます。いいよ、いや、いいっすね。ゆっくりじゃん。Yeah.